皆さんこんにちは、りょうけです。今回ですね、今日の日付が3月24日で、今日の夜7時の後50分後に J1 Born to be Worldwide がミュージックビデオが発表されるので、今回はこのリアクションしていきます。ではリアルリアクション。今59分です。で、あとさっきJO1 がミュージックビデオ公開前ゲリラライブをやってて見てたんですけど、もう楽しみです。僕の推しは佐藤圭吾さんです。お願いします。5、4、3、2、1。あい、ございます。イエーイ。めっちゃ一緒やん。一緒やばいやばい。やば。もうこの衣装めちゃ好き。この衣装、めっちゃ髪色やば。どうなっちゃうの。おお、こんな感じ。めっちゃこの髪色やばい。レンクやばい。髪の毛はい、あ、めっちゃ分身僕じゃん。あ、この髪の毛したい。え、めっちゃこれやばい。この豆花さん赤。この私服っぽいけど衣装っぽい感じが大好き。あー、足めっちゃ休憩する時間がない。歌ごでかっ。はい、というわけで J1 の Born to be World を見てたんですけど、本当にもうなんか本当にその、もうもっとなんかサビがもっと、なんか Born to be World みたいな、その特徴的なやつかなと思ったら、意外になんか、フルルって感じの前の、でも、レンさんの、待って。この、バンバンバンベイモン大好き。レンさん。この背景もすごいけど、このさ、こっから。あ、これ。いいよ。見てて。
余裕ありまくりじゃん、こんなの。あ、え、ここ大好き、ほんとここ。さっきも言ったけど、そう、このなんか私服っぽいけどな、衣装っぽい感じ大好き。てか絶対この感じ、なんか話、なんかストーリーっていうか、なんか絶対なんかあるよね。なんかあるよ。はい、ということで今回は JO1 の Born to be World を着てたんですけど、どうだったでしょうか。無限大とか OAO とかシェンナイトとかと、なんか全くほんとなんか別も、なんか違うし、なんか爽やかな感じらしい、なんかプルルルルって感じらしい。いいです、聞きます。じゃあみんな聞いてね。じゃあみんなバイバーイ。